前来た時、楽しかったんで、それで行きました。おテーマはやっぱり姫路城。それではまずはじめに出発。あの子供のあげほろ、さげほろえたまいしときになえませるほろ江戸の狼と。将来を担う子供たちが多く参加してくれまして、農業いうのは大変なんだよとのと。単に美味しい美味しい食べるだけじゃなくて、そういう作る人の気持ちも、まあ、少しは分かってくれたんじゃないかなと。ちょうど今姫路城が修理中で、カバーされてますから、せめてこの田園アートで姫路城をきちっと楽しんでほしいという思いも込められているのではないか、このように思います。皆さんの一つ一つの力で、姫路城を作り上げていくんだ、その意気込みで、植えていただいたらなと思います。すごく楽しかったです。普段できないことなんで、やっぱ手で植える、機械で植えるのと手で植えるのってやっぱり違うなと思いました。それが自分たちが食べるお米なのかなと思うと、はい、なんか愛着が湧く感じでした。稲に1枚でも、まあ、2枚でも持っていただいたら結構ですけども、もう取らんようにしてください。で、頭から順番に取ってもらって、このデザインをさせていただきました。今姫路城が隠れてる状態じゃないですか。なのでちょっとその田園アートの姫路城を見て、姫路城の美しさを思い出してほしいなと思います。城が平成の大改修に入るので、まあその観光客が減らないように少しでも賑わいを持たそうということが一点と、それからやっぱり農業いうものをやっぱり見直して、食料というものはどうやって作るんやいうようなことを、特に肥農家子どもたちに知ってほしい。でそれにはやっぱり何かこう目を引くものがなかったらいかんということで、田園アートとしても田んぼの中にお城を描いてということで始めたわけやけどね。